こんにちは、ミルキーブルーです。本日のお題、立憲民主党本田平直議員の50歳と14歳が同意性交不適切発言と旭川いじめ事件との関連性を疑う噂について。なんか立憲民主党の本田平直議員の発言がさ、物議を醸してるやん。ネットでめっちゃ炎上してるっちゃけども、さすがにみんな知ってるやろ。炎上しまくってるけんね。これはね、7日夜、立憲民主党の性犯罪刑法改正ワーキングチームの会合で、出席議員が50歳と14歳が同意性交して捕まるのはおかしいという趣旨の発言をしていたと報じられたことで大炎上し、結局ね、その発言者が立憲民主党の本田議員ということが発覚し、さらに大炎上してるんよね。そりゃ炎上するわ。これ犯罪を容認してるようなもんやん。思うやろみんなも。まあ、もしもよ、仮に50歳と14歳が真剣な恋愛をしたとする、そしてね、そこで性行為に至ろうとしたとしても、50歳がそこに性行為に走らず諭すのが大人やろうもん。犯罪なんやけん。それなのに本田議員は50歳と14歳が同意性交して捕まるのはおかしいって、性行為をする前提で話してることがおかしっちゃんね。そら炎上するわ。なんか炎上って言ってもこれなかなかないぐらいの炎上ぶりやけどもね。まあこの件に関しては、発言の当事者である本田議員はね、会合での発言が不適切だったとしてお詫びして撤回する、誠に申し訳ありませんでしたと謝罪するコメントを発表してるけども、謝罪で済ましていいのかとまた炎上してるんよね。なんか火に油を注いで注いで注ぎまくってる状態が未だに続いてるとよね。で、この本田議員の不適切発言、どうもね、一部この不適切発言と旭川いじめ事件との関連性を疑う噂がね、飛び交ってるとよ。それがどんな噂なのか、ちょっと次の方のツイートを見てみて。トップスピン札幌31号。しかしなぜ立憲民主党の本田平直がこんな発言をしたのか不思議だ。14歳という具体的な年齢を挙げての発言は心当たりでもあるのか。旭川14歳少女いじめ投資事件を連想した人も多いだろう。旭川の西川市長は立憲民主党推薦だ。西川市長は今度の衆院選で出馬する噂もある。いろいろ意味深だ。確かにね、この本田平直議員、北海道大学法学部卒業、選挙区は北海道4区なんよね。そしてこのツイートにもあるように、旭川の西川市長は立憲民主党を推薦してて、西川市長は今度の衆院選で出馬する噂もある。さらに今回の不適切発言に出てきた14歳というワード、これがサーヤさんの年齢と一致してる。そういう様々な一致を鑑みて、本田議員の発言が旭川いじめ事件と何か関連してるのではとの噂が一部あるようなんよね。まあ確かにいろいろと一致してるし、ちょっと頭にうんってなる部分もあるっちゃけども、ミルキーブルーの見解としては、本田議員の発言と旭川いじめとの関連性は多分ない。偶然、さすがにたまたまと思うよ。まあ面白い推理とは思うっちゃけども、
多分それはさすがに偶然なんじゃないかなと思うけどね。みんなはどう思う？多分こういった情報をね、流布してたらやっぱりネットでこじつけやら陰謀論やらね、相当な大バッシングを食らう恐れがあるっちゃんね。やけんちょっとね、陰謀論じみたことは気をつけないかん面もあるっちゃけども、まあでもこの方もね、こういうふうに推理したのも旭川いじめ事件を思うあまりと思うけんね。まあそうは言ってもちょっとこじつけと言われかねないと思うよ。ミルキーブルーは多分違うと思うけどな。まあしかしね、今回の大炎上中の50歳と14歳が同意成功して捕まるのはおかしい発言、これはね、はっきり言って議員辞職せんと収拾つかんかもしれんと思ってるよ。だって政治家はね、自分の発言に責任を持たない関係ね。今現在本田議員は謝罪で済ませようとしてるけども、やはりね、そういう思想がないことには口から出てこんと思うとよ、人間ってさ。それなのに50歳と14歳が同意成功して捕まるのはおかしいっていう発言が飛び出しちゃってるけんね。やけん結局はね、そういう思想をお持ちだってことだと思うとよ。まあそれにね、ミルキーブルーも親なんで、あの発言を聞いてね、やっぱりありえないし許されんと思うとよ。14歳とかめちゃくちゃ子供よ。で考えてみて、50歳の男と14歳の女、おじいさんと孫レベルよ。ありえんやろそれは。まあみんなもね、50歳と14歳が同意成功して捕まるのはおかしいにドン引きしてると思うけども、この発言をね、もしも容認する方がいたら、ぜひ顔を見てみたいぐらいよ、ミルキーブルー。そんぐらいこの発言は大問題と思うよ。ちなみにミルキーブルー、支持政党云々とかではなく、中立な立場でこの問題を糾弾してるけんね。ただただ不適切発言をすれば、誰でも糾弾される。それはね、ミルキーブルーだって同じとよ。やけん日頃からのね、発言には気をつけないかんなと思っとっちゃけどもね。まあしかし、50歳と14歳が同意成功して捕まるのはおかしい。犯罪を容認するなっつーの。では今日は本田議員の不適切発言と旭川いじめの噂についてのお話でした。ご視聴ありがとうございます。それでは。